はい。それでは、ドラムの黒田です。今回は、ボーカルの門馬さんに来ていただきました。門馬るいさんです。こんにちは。よろしくお願いします。うちでもセミナーいろいろやってもらったりしてますが、はい。はい、まあ今東京でね、活動してて、どういう活動が今多いですか？今はですね、まぁ、ちょっとコロナ禍ということもありまして、演奏が、まぁ、ちょっと少なくなってはいるんですけれども、基本的には、ライブハウスとか、そういったジャズのお店とか、とかイベントとかの、大きいところとかの、生演奏と、あとは、インストラクター業ですね。そういうのが、まぁ、一応、主にはなっています、うん。ボイトレが結構多い？でも、そうですね、ボイトレと、あとはもう、もちろんその楽曲を完成させるためのボーカルトレーニングですね。うん、ね。うん、そういったものを。どっちもあります。そうですね。はい。で、この間、初共演でしたね。はい、ありがとうございました。また YouTube。楽しかったです。めっちゃ楽しかったね。はい。まあでも、そのうちに YouTube に上げたいと思いますが、多分、今月、来月中ぐらいに、一緒にやったやつを上げたいと思いますが、やっぱブラジルの、マルセロ君っていうのが入ると、すごいね、普通の、いつもやってる曲が全然違って聞こえる。違う。もう、いきなりブラジルの風。ねえ。あれはちょっとずるいね。あれは。いいですよね。もう、最高でした。まあ、ずるいって言っても、すごい努力してるだろうね、彼の場合はね。ものすごくそれが伝わるから。で、なんか、おごりもないし、全然、なんかそれがもう音楽に出てる感じがするよね、すごい。音にね、愛がありましたね。ね。うん。はい。もうギター大好きみたいなね。音楽大好きな感じ。ああいうのが、やっぱいいですね。はい、うん。ジャズを始めたきっかけっていうのは、もともとは、ロック系、ポップス系だったんでしょ？そうですね。ロックポップス系の、箱番って言われる、その、ね、お店で雇われているボーカリストとして、まず最初、キャリアが始まったんですけど、そこのオーナーがジャズベーシストだったんですよ、地元の。あ、オーナーがね。はい。で、自分でもそのジャズ弾けるお店欲しいっていうので、私が入店してから1年後ぐらいにもう1店舗できたんですよ。で、シフトで必要になったんですね、実は最初は。だからさ、私はちょっとこう、ちょっと斜め、上な感じの入り方をしているかもしれないです。ジャズとの出会いは。なるほど。最初は全然わかんなかったです。だから、どの曲が何なのかとか。だからジャズってどの曲も似てるもんね。なんか。もう似てるし、気づいたら曲終わってて、何がソロで何がテーマかもわかんないし、なんなら変わって、曲が変わってたこともわかんなかったです。曲が変わってたことすらわかんない。まあでも。随分長い曲だなって思ってたら、全然曲変わってました。もうキー変わってるし、みたいな。そうそうそう。まあでもそういうのあるよ。ジャズとかも、俺も、最初もともとフュージョン、ポップスの人だったんで、だから、思いっきりロック、フュージョンでやっていこうと思った。ただ、大学ジャズ圏だから、ジャズちょっとやってたけど、はい。でもなんか、そのジャズ、っていうふうに、やっぱりこう、どれを聴いても同じような感じだし、なんかその、面白いってあんま最初思えなくて。でも分かってしまうとすごいシンプルだし、めっちゃ面白い。そうなんですよね。ここがやっぱ魅力っちゃ魅力だし、こう、ハマってしまうポイントだけど。はい、その、ジャズに、あ、これ、やっぱりジャズすげえいいな、やりたいって思ったきっかけは何ですか？やっぱりその仕組み、その。あ、仕組みね。じゃあ、一枚ペラで、の譜面で、後から知るわけじゃないですか。これでずーっとインストだと、例えばね、10分も15分もやったりすることもあったりして、何それっていう興味から、じゃあちょっといろいろ聞いてみたいなってやっぱり思いました。ジャズボーカルだ、ヒーローとかいる？私はもう最初、名前も知らなかったので、もうとにかく至る人を聞きまくり、で、その中で、ニーナ・シモンが、やっぱり強烈すぎて、なるほどね、いろんな意味で強烈すぎて、で、やっぱりすごいずっと長く、私の中のこうね、ヒロインというか、はい。そういう風になるよね。うん、なんかそういう人がポンって、俺はベニー・グリーンっていうピアニストだったけど、なんかその、
時に小沼洋介っていうギタリストがいてね。で、その子の最初のジャズバンドの僕はドラマーなんだけど。はい。で、彼は、なんか、まあ、今でもすごいちゃんと活動、すごいね、大きいホールとかで活動してる人ですが、うん、押尾幸太郎さんって、ギタリストがいるんですけど、はい、うん、彼の、俺ら、ちょっと次の世代なんですよ。同じ学、うんうん、同じ専門学校にいたんで。うん。で、彼も、すごいこう、ヘリテージジャズギターコンテストで優勝したりとかしてて、うん、で、一緒にバンド組んだりしてたんだけど、その時に、こう、一緒だったピアニストが、もうベニーグリーンっていうのが大好きで、キメがいっぱいある。アートブレイキーのね、最後のピアニストだから。そのアルバムを聴いてから、ああ、これはもうジャズはすっげえ面白いと思って、そのコピーバンドばっかりやってたから。面白かったかな。そう、なんかやっぱりこう、パッとこう、あ、これジャズって面白いと思う。でも、まあ今はそんなにはないけど、わからないジャズもやっぱ多かったかな。このジャズはわかるけど、これはよくわかんないみたいなやっぱ多かった。はい、まあ、今でもあったりするけどね。あれですね。ボーカル以外だと、デクスター・ゴードン聴いて、初めて号泣しましたね。うん、あれ号泣するって、やっぱ歌だからね、あの人は本当に。もう最高でした。うん、なんかあの、独特のあの、なんかこう、とつとつとした音色で、はい、淡々と歌っていく感じが、うん、もう、なんだろう、クールというか、うんなんだろう、こう悟りのような感じで、初めてでしたね、うん、その、歌の入っていないもので、泣いた。こう強烈な印象を受けたっていうのは、私はデクスター・ゴードンが最初でした、ね。すごいね。デクスターのさ、ボディ&ソウルの、はい、まぁ、ちょっとコルトレンジェニーが入ってるみたいなやつの、あの、曲が、アレンジがあるんですが、あれの、何コースか、6コーラス分のソロに全部カート・エニングが歌詞つけてるの知ってる？うん、ああ、それ知ってます、私も。うん。あれめちゃすごいよね。めちゃくちゃかっこいいですよ。うん。娘への愛みたいな感じのね、はい、歌詞がついて。あれ、徳ちゃんと一緒にライブで何回かやったことがある。ああ、本当ですか？すごい、徳さん歌ったんだ。そう。徳、全部暗記してきて、頑張って。素晴らしい、かっこいい。でもさすがに、ちょっとうろ覚えだから歌詞カード見ていいとか言って。で、あの、歌詞を、あれの歌詞を全部、訳したの。うん。で、訳を、その、ラブリーの壁に、プロジェクターで映し出して。ああ、素敵ですね。で、うん、それ一枚ずつ生徒にめくらせて、やって演奏したんだけど、はい、すごいこう、だからこう、元の曲に対して、この、プラスアルファでこんだけついてて、みたいな。でも歌詞出されたら間違えれんじゃんとか言いながらやったんだけど。本当ですよね。で、歌詞の訳も二人で、なんかこう、日本語で、要は、感覚では理解してるけど、結局日本語で分かりやすくってやると、で、二人で、なんか、喫茶店行って、半日ぐらいかけて訳したかな。で、訳して、うん。で、ここはどういう意味で言ってるのか分かんないからって言って、カートエリングに電話して。すごい。そう。徳ちゃん仲いいから、あの、国際電話でちょっと聞くわとか言って、訳したやつがあるけど。やっぱり、デクスターはやっぱボーカルや感じ取るものがあるんだな、やっぱり。もうなんか衝撃的でした。もうジャズもそんな大したわかんない時に聴いてるんだけど、うん、やっぱり刺さってきたんですかね、うん、なんかその若かりし時でも。うん。まあでもそれは感受性高いと思うよ、全然。俺もその、デクスターは俺最初はあんまわかんなかった。俺やっぱりこうリズム、デクスターってリズムが、今ではわかるけど、このリズムに対してゆっくり歌いすぎちゃうんで、はい、そうですね。うん。かなり大きいですね。大きい、大きく歌う。あれがだから、フュージョンやってた俺からすると、ただずれてるみたいしか思えなくて。あー、なるほど。フュージョンってかっちり縦で合わせていくんで、うんうん、そういう面白さっていうやつが好きだったから、うん、その、なんか意味もわからず後ろにずれてるみたいな。意味もわからずじゃないんだけど、その時はその、そういう風にしか見れなかったね。うんああ、でも、それは素晴らしいですね。やっぱり、ジャズの洗礼受けましたね、それはね。ね、受けました。ね。でも、その頃は、ポップスで、その美貌で、しかも、20代で、しかも、あれでしょなんかこう、ショーパン履いて、その、もう、北海道でブイブイ言わせてたわけですよね。すすきので。人生狂わされた人いっぱい作ったんです。何をおっしゃいますか。で、じゃあその、
まあ、音楽に入って、その音楽業界人生最大、最大って言ってもでもいっぱいあるんだけど、しくじりってなんですかね。何があるかな、最大のしくじり。しくじりしかなかったですけどね。まあね、あんまり成功、なんか、成功これぐらいで、これがしくじりみたいなのが多いから、俺も。そう、なんか、結局、なんか、足して、引いて、結局、うん、そう、ゼロに戻って、まあまあ、OK かな、みたいな感じなので、小さいトラブルがいっぱい積み重なって、まあ、今あるじゃないですか。なので、その当時としては、その瞬間が最大のしくじりというか、ハプニングなんですよね。なるほど、なるほど。今思うと、そんなことないんだけど、その当時としては、なんか、やっぱりその時が最大のピンチっていうふうに毎回思ってました。そっか。そう。でも、ね、モマさんはあれだもんね。あんまりこう、時間に遅れたりとか、なんか、ダブルブッキングとかそういうのはなさそう。あ、でも、やっぱり、片手ぐらいはやっぱあります。あ、まあまあまあ、もちろんもちろん。あります、あります。やっぱその時はもう終わったなって。終わったなって思います。あります。いやー、この間、いや、このしくじりの話したらいろいろ出てくるけど。いやー、なんか俺学校公演とかのイベントとかいっぱいね、コロナの前やってたから、ピアノトリオでお願いしますって言われて、学校のコンサートで、午前中、お昼からのコンサート。で、朝の朝一の6時とかに起きて行って、で、結構遠い、こう、静岡の辺鄙なとこに行って、そしたら、ピアノトリオでお願いしますって、ピアノがないん。え恐ろしい。楽器店もないの、周りに。怖い。で、車内から俺ドラムの音取るためのこんなちっちゃいキーボードで、なんか、あるじゃん、こんな、これぐらいのピアニカみたいなやつ。ミディキーボードみたいな。そう、あれを持ってったから、あれでリハして、で、結局、名古屋から、もう、車で走ってきてもらって。あ、もう持ってきてもらったんですね。そう、ほんで、キーボードを持ってきてもらって。でも、なんかそういえば、その、ナルセも言ってたけど、なんか、でもそういうのって間に合わなかったことないんですよね、とか言ってて。ああ、確かに。なんとかなるんですよね、とか言って。そう、なんとかなるんですよ。確かに、俺もうその時はもう、ピンチ中のピンチだと思って、マミに電話して、どうしよう、とか言って、もうどうにもならんとか言って、楽器店どこもやってないし、で、その吹奏楽部もキーボード持ってないとか言って。ああ、なるほど。そう、大変だ。誰か持ってればね、あれでしたけど。そう、うちのメンバー、トロンボーンの子がマウスピース忘れてきたとかあるよね。もう、ただの筒になっとるもん。辛い。あ、でもそれあると、私あれですね、ロシア公演に行ったことがあるんですよ。2011年なんですけど、で、朝に成田空港に、こう、日本からのチームが、行く、まあ、集合ね、で、空港集合って言われて、で、なんだ、京成線でしたっけ、ちょっと早いやつ、電車乗ってたらですね、なんか体調崩しちゃって、で、後から結局は脱水症状になっちゃったみたいなんですけど、で、もう空港着いた時にもう倒れ込んじゃって、で、警備員のおじさんのところまで行って、もう何にもできないから、とりあえずその時一緒に行くメンバーの電話だけ出して、おじさんに入ってくれて、もう私、したら、その人は私が出ると思ってるから、したらなんか変なおじさんが出たみたいな感じで、事情を聞いて、で、そのまま成田空港の病院に運ばれたんですよ。で、点滴受けて、で、そんな状態だと、飛行機乗せてもらえないので、じゃあ、俺らは先に行きますと。で、一日リハビがあるから、それを消化して、で、あんたは一日遅れてきなさいって言われて。で、一人、しかも直行便じゃないので、サンクトペテルブルクだったんですけど、一旦フィンランドのヘルシンキに入って、で、そこでトランジットをしてっていう。まあまあ大冒険でしたね。そうか。それは大変だ。それ、まあそれが一番大変だったかな。まあでもなんとかなったんだよね。だから。まあ全然なんとかなりました。なんならいっぱい寝たから声よく出てるね、みたいな。ああ、そうか。言われましたね。
それは良かったかもしれない。まあでもそういうこう、そういう、もうその時は最大のピンチと思ってるけど、まあ、不安だしね、トランジット一人でとかさ。そうですね、行ったことない国で、英語圏でもないし。そう、あ、そうだね。うん、英語じゃないと。うん、俺はあれがあるよ、トランジットだと。カナダでトランジット、ニューヨークに行く予定で、カナダで一回トランジットがあって、で、そこで、その、なんていうのかな、バゲッジが、こう、鍵が閉まってるって言われたんだけど、ただただ立て付けが悪くて開かないだけだったんだね。で、はい、で、それを知ってたから、行って、うん、パッてこうやって、ここがちょっと押さえたら開くからって言って言ったら、OK が出て。で、俺もアホだからそのままカバンの中にブラシを入れてて。で、こう、ブラシが要は金属反応をやって、はい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 。で、これはなんだって、要はいわゆるその画面を見て言われて、で、そこにカバンがあったから、あ、これはねって言った瞬間に、もうそれ、911の直後だから。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。